ジャン・クロード・ボレリー。ジャン・クロード・ボレリーは、フランスのトランペット奏者。1953年7月2日生まれ。パリ音楽院でクラシック音楽を学んだ後、音楽学校でトランペットを教える傍ら、スタジオミュージシャンや歌手の伴奏者として、プロの道へ進んだ。やがてプロデューサーのオリビエ・トゥッサンの目に留まり、1974年に、フランス映画、Un linceul n'a pas de pocheの主題曲、ドランの微笑を演奏。映画はヒットしなかったものの、翌1975年にラジオで曲が取り上げられたことから人気が急上昇。再録音したレコードはフランスのヒットチャートの第1位に輝いた。こうしてソロデビューを果たし、その後もヒット曲を続けて約2年間に9枚のアルバムを発表している。日本では1977年、渚のトランペットで、キングレコードからデビュー。1980年からは、共に、フランスのデルフィンレコード所属のリチャード・クレーダーマンと、同じく、ビクター音楽産業からアルバムが発売された。1981年に来日した際は、クレーダーマンのコンサートに、ゲスト出演。翌1982年から1984年まで毎年日本でコンサートを行った。また1982年にはフジテレビ放映のテレビドラマ夕映え天使の主題曲として街角のシレーヌが使用されシングルレコードも発売された。その後日本ではコンサートやオリジナルアルバムの発売はなかったが1998年にNHK 教育テレビの趣味UU、リチャード・クレーダーマンのピアノレッスンにゲスト出演し、新曲を加えたベスト版 CD が、ビクターエンタテインメントから発売されている。オリジナル曲だけでなく、クラシックから映画音楽、ポップス、ラテンなど、演奏の幅は広く、ヒット曲のカバーも多い。リチャード・クレーダーマンとはコンサートでの共演のほか、互いの曲をカバーし合うこともあった。また、音楽学校で、ルーマニア人の教え子から習ったというパンフルートも、得意としており、デビュー曲の、ドランの微笑など、よく演奏に取り入れていた。ドランの微笑と、街角のシレーヌは、トランペットを使わずパンフルートだけのバージョンもある。ありがとうございます。